は比較的楽な相手 AWA の新鋭カート・ヘニング、まあ、プレの祭典で連日激しい得点争いをするジャンボ鶴田にとりましては今夜は要しやすい相手かと思います。まあ、従いまして実況の方も山田隆さんとともに、まあ、86年に期するジャンボ鶴田、まあ、来年度のジャンボ鶴田への期待などを中心にお伝えしてまいりたいかと思います。余裕しゃくしゃくジャンボ鶴田今ゆっくり入場。試合に先立ちまして日本テレビ並びに番組提供スポンサーより花束の贈呈でございます。シングルマッチジャンボ鶴田対カート・ヘニング、試合に先立ちまして日本テレビ福岡放送並びに番組のスポンサーから両選手に今花束が贈られました。リング上は福岡国際センターです。30分日本勝負を行います。青コーナー245ポンドカート・ヘニング、185センチ110キロ、 AWA の新鋭、やや線が細いカート・ヘニング。昭和61年、ますます飛躍しそうです。ジャンボ鶴田、勝負の方は30分の一本勝負です。さあ今夜の相手山田さん、どうですか、まず久保栗鶴田勝利は確信していいんじゃないでしょうか。もう間違いないでしょうね。間違いない、はい、はいはい、このヘニング選手ですがね、まあ、親父譲りのなかなかいい才能を持ってますけれども、まだそれを前面に開花させるところまでは行ってないですね。なるほどね。でもね、タッグマッチよりはシングルの方が非常にうまいですからね、まあ、いくら賞賛十分といっても、うん、油断をしてはダメですね、はい、さあバックの取り合いから勝負が展開されました。まあ、ニック・ボックインクルと組みまして、まあ、リーグ戦の方も非常に期待されたこのカート・ヘニングでありますが、やはりやや線が細く、まあ、世界の強者の中にありますと正直言って見劣りがしましたね。そうなんです、やはりね、並みいるチームがね、もう全て世界のトップクラスの水準ですか。